清水港と土肥港を結ぶ駿河湾フェリーを6月から運航する一般社団法人の開所式があり、難波副知事が結果を出したいと訓示しました。駿河湾フェリーは経営不振から事業者が撤退し、6月から県と6つの市や町で作る一般社団法人富士山駿河湾フェリーが運航することになっています。県と静岡市から派遣された3人の職員が常駐してフェリーの管理運営などに当たります。この法人ですね、結果が明確に出ますので、その結果を出すべくですね、全力で取り組んでいただきたいと思います。そしてまた地域の皆様に愛される法人になりますよう、皆さんもよろしくお願いします。法人の理事長を務める難波副知事は、船内のサービス向上に取り組むと話しました。最初のうちは結構来ないでね、食事を楽しむとか音楽を楽しむとか、そういったことがあまりなかったんですね。で、昨年音楽のイベントをやりましたら、やっぱり船の上でですね、演奏を聴くっていうことが非常に楽しいというのが分かっていただけました。県などは年間の利用客で20万人を達成し、黒字化を図りたい考えです。